ブランドついての女性の皆さん、お金持ち男性ほどこのロゴドン、ロゴドン俺無理だってなっちゃいますよ。皆様こんにちは、杉口からです。今日も始まりました、大人のリスコンカレチャンネル。このチャンネルは自分のことを大好きになって、大好きな彼や世界から愛され、愛も富も美も手に入れ、夢を楽しく華麗かに高々どんどん叶えていきながら、一緒に次元予想していこうというチャンネルとなっております。はい、本日の動画は私のこの YouTube チャンネルなんですけども、再生回数が比較的上位で回ってるのがこれなんですよ。エルメスの話とか、エルパトとか、これ購入しましたっていう、そういったブランド的な紹介のもの、スタイル的なものが比較的再生回数が多いんですね。ということは見てる方とかも女性が9割以上なので、私のこの YouTube ってブランド好きな女性が多いのかな、またはそういったところに需要があるのかなと思って、今日はブランド好きな女性の皆さん、今日の動画絶対見てください。っていうのもね、お金持ち男性ほどこのロゴドンが敬遠される理由っていうところをお話ししますので、ぜひ今日の動画も最後までご視聴ください。では行ってみましょう。としてメインでお仕事をさせていただいてるんですけども、そこでね、婚活スクールを運営している中でクライアント様たちにお話をしていることが、実際女性はお金がかかります。例えばメイクとかファッションとか美容とかもろもろね、お金かかりますよね。かかるんですよ。でもね、お金がかからない女性だと思われた方が恋愛に有利に働き、もし皆さんが今お付き合いしている彼と結婚を考えられているのであれば、極力お金がかかる女性よりかからない女性と思われた方が、これはもう生活なので、お金がねかかる女とかからない女だったら、もう圧倒的にかからない女性の方がモテます、愛されます。一部ね、男性の中でも湯水のようにお金があって、使っても使ってももう増える一方だし、とにかく使わないといけない男性、あとはその男性自身もブランドが好きで一緒に連れて歩くにあたって自慢できるような女性というのが、ブランド価値に重きを置いてる男性であれば、女性に手にもブランドが分かるようなアクセサリーみたいに思ってる男性はロゴドンっていうのは逆にプラスなんですけれども、そういった男性ってあんまり世の中いないんですね。明らかもうシャネルとかグッチとかフェンディとか、例えばエルメスの服とかだったら、逆にエルメスっていうのがエルメスを知ってる人しかわからないから、パッと見、あ、これエルメスの服だねってわからないんですね。でも分かりやすいシャネルとかっていうのって、ロゴが主張が強いっていうので、ロゴがバンってあるのって、私は正直あんまり好きではなくて、以前このディオール購入しましたっていう動画を出したんですけども、動画の中で話したと思うんですけども、このバッグを購入したっていうのを載せたんですよ、その当時ね。これディオールブックトートって言うんですけども、ここにはクリスチャン・ディオールってロゴ書いてるけど、こうやって見ればさ、これディオールってわからないじゃないじゃないですか。でこれ入った時にすごいディオールのロゴがバーっていっぱい書いてるやつもあったんですけど、その時はなんか私あまりにロゴを主張しすぎてるのってどうなのかなと思って買わなかったんですが、その女性がそのブランドが好きなのはもう自由ですけども、出すことによって他人からどう見られてるかっていう意識、婚活をされているのであれば絶対持っておかないといけないですし、じゃあなぜ持っておかないといけないかって言ったら、男性が結婚前提に真剣にお付き合いを考えた場合、絶対的にこれが外せないのが金銭感覚が似ていることなんですね。例えばその彼女と結婚した場合、家庭っていうのはチームじゃないですか。もう We are team。チームのお金を勝手に彼女が自分の私利私欲のために無駄遣いをしていたら、やっぱりそれは一生懸命働いてる男性からすると、そんなにいるのとか面白くなかったりもします。私もね、過去エルメスの動画とかで買っちゃいましたとか出してますけども、結構ケチなんですよ。まあ自分でケチっていうのもあれですけど、本当に出さないとこ本当に出さないし、価格で買うっていうより価値で物を買っているので、頻繁にお洋服も買ってないし、この服とかも今年の服じゃない、昨年かな、昨年で買った服なんですが、っていう感じで、私の場合はもしかしたらイメージとしてあるかもしれないんですけど、これはもう自分で買ったお金で、それ以外の貯蓄とかもしているし、過去の動画でエルメスのバッグ買ったらいくらになりましたって動画出してる通り、あれってバッグじゃなくて私は資産なので芸術品として購入をしているので、実際女性ってお金がかかるじゃないですか。女性側の本音の立場言わせていただきますと、私と付き合いたいのでしたらあなた頑張ってくださいと、そこで頑張ってくれる男性だったらいいんですけれども、頑張ってるところがあまりにこう離れていると引いちゃうよね。そんなに好きなボルテージがなかったら、むしろその金がかかるっていうだけで下がっちゃうので、
だから婚活をされている皆さんは普段の発言とか普段の持っているものとか、お金持ちの男性は頭が賢いので一瞬でその女性のことをねプロファイリングしてるんですよ。その言動、そのファッションから全てからこの女性はどういう女性なんだろうっていうところでプロファイリングしていって、すごいお金かかるなとか金銭感覚狂ってないとか思われてしまったら、そしたらもうブーって感じなんですね。狂ってるってことはもしかしたら自分と将来的に一緒になったら自分のお金も彼女にめちゃくちゃ使われるんじゃないのかなって思われたりもするので、だからもうとにかくね、皆さん出会った当初はお金がかからない女とはいえね、汚れたとか穴が開いたとこはダメですよ。はい、からブランドブランドしていない、ロゴを主張しすぎないもの、これも過去の動画で紹介したと思うんですけれども、これクリスチャンディオールなんですけど、これディオールって感じ全然しないじゃないですか。星なんですよ。星とパールと、あとなんか CD って書いてるけど、こんなの読めない、読めないっていうか、見える？概要欄にリンク貼ってるので、これが気になる方は見ていただきたいなと思うんですが、これとかも言ってしまったら1000円、2000円とかで見えなくもないですよね。まあ実際1000円、2000円じゃなくて、何万かしたんですけども、お金がある男性だからといって、ロゴを主張しすぎてしまうと、恋路がね、なんか遮断されてしまうからね。デートの時は、ブランドは封印。女友達と会う時とかでいいんじゃないのかなって思います。はい、これは私の個人的な考えなんですけども、私もシャネル好きですけども、思いっきりここにシャネルのマークドーンとかってあっても可愛いって思わないんですよね。さりげなくてこんなところにポイントがあるとか、ディズニーランドにある隠れミッキーみたいな感じで実はみたいな感じを出してる方がおしゃれだと思うし、あまりね怒号強すぎると自己顕示欲も強くてお金もかかる女性だと思われちゃうから、じゃあね、ロゴ好きの皆さん、ロゴドンは終わり。はい、私は普段ねブログでも発信してるんですけども、皆さんはいいですか？ I am diamond。 はい、ダイヤモンドなんですよ。だから着飾らなくても本当に欲しいと思ったものだけを厳選して買って、何かを持つことによって自分を武装しなくてもいいし、バイハンキーはちょっといかついですけれども、例えば男性がサラリーマンでアプリで出会った女性がいきなりバーキンにやってきたら、その男性はもうシュンってなるよね、俺無理だってなっちゃいますよ。とにかくブランドを主張しているバッグとかそういった類のものはね、婚活初期においては封印ね。はい、皆様はね本当にダイヤモンドですから、自分自身の価値を上げていくこと、ブランドに頼る必要なんてないし、本当にいいなと思ったもの、私も流行っていても買わないものは買わなかったし、さっきも言ったけれどもこのバッグをね買った時ね、これ私の主観なので一意見としてなんですけれども、少し前にこのディオールのロゴがすごい流行ったんですよ。その時も私は流行ってるけど、正直そんなにロゴめちゃ書いてても可愛くないと思ったので買わなかった、だから本当にいいなと思ったものだけを厳選して買っていただきたいですよね。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。公式 LINE ではどんな女性も一流男性から愛される方法7 days を7日間配信しておりますので、ぜひ概要欄から公式 LINE ご登録よろしくお願いいたします。この動画が良かったなと思ってくれた方は、高評価、コメントもよろしくお願いします。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃればチャンネル登録もよろしくね。ということで本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ロゴドンっていう単語、皆さんも覚えてくださいね。私も今回この動画を撮るにあたってロゴドンっていう単語めっちゃ面白いと思って、はい、ロゴドンはピッピ禁止ね。婚活女性は見た目が内面だと思われますから、見た目がお金がかかると思われたら金がかかる女認定ですからね。では皆様、皆様はダイヤモンドですから、その魅力をねどんどん高めていきますよ。では YouTube 毎日配信しておりますので、ぜひ次の動画もお楽しみください。ではまたねー、バイバーイ。